じゃないですか。私たちは東京都稲城市からやってまいりました稲城愛の風でございます。5年ぶりの北海道、私たちはアダルトに見せていきたいと思いますよ。何卒よろしくお願いします。それでは参ります。構え、はい。
ありがとうございました。東京稲城市からの東京稲城愛の風の皆さんでした。なかなか、ね、独特な音楽でしたね。最初マーチから始まってアリアでということで、編曲もすごく大変だったんじゃないかなというふうに思います。